皆さんこんにちは。いつも私の動画をご覧いただきありがとうございます。今日は大阪から遠路はるばる富山県富山市桜町一丁目にある電鉄富山駅に来ています。富山地方鉄道の電鉄富山駅周辺で行われている高架化事業の光景を撮影して、その情報を皆さんと共有します。どうぞご覧ください。富山地方鉄道は富山市に本社を置き、富山県東部を基盤とする中規模私鉄で、通称は地鉄または富山地鉄と呼ばれています。現在運行されている鉄道線は、電鉄富山駅から宇奈月温泉駅までの 53.3km の本線、寺田駅から立山駅までの 24.2km の立山線、稲荷町駅から岩倉寺駅までの 15.7km の藤越上滝線があります。またこれらの鉄道線以外に軌道線、路面電車やバス事業などの営業も行っています。この富山地方鉄道本線の電鉄富山駅周辺では現在高架化事業が行われています。電鉄富山駅を含む約 1km が事業区間で、このうち約 0.7km が高架構造の区間になり、総事業費は205億円、事業完了予定は2028年度末です。富山駅付近はこの路線により南北に分断されており、駅南北間の交通は阻害され、駅周辺の効率的な土地利用と一体的な発展に支障をきたしています。愛の風富山鉄道線の約 1.8km については2015年4月に上り線が、2019年3月に下り線が高架切り替えが完了しており、JR 高山本線の約 0.7km については2015年4月に高架切り替えが完了しています。最後に残された富山地方鉄道本線を高架化することにより、道路の新設や拡幅が行われるとともに、駅部での南北を連絡する歩行者専用通路の整備やまちづくりが一層推進されます。またこの高架化に合わせて駅周辺の再整備が行われ、都市機能を充実させ、県都にふさわしい魅力ある都市になります。北陸新幹線の富山駅開業や路面電車の南北連絡に伴う富山駅の大改造事業の最後の大型プロジェクトが進行しています。電鉄富山駅はもともとは東端式3面4線の地上駅でしたが、今回の高架化工事の事業用地を確保するため4面2線の構造に改造されました。目の前の空き地が駅を改造して確保された駅の高架化のための事業用地になります。この事業用地に高架橋および2面2線の高架駅が建設されます。完成すると線路を高架へ切り替えます。最後には既存のこの地上駅や線路が撤去され、高架化工事が完了します。富山地方鉄道の電鉄富山駅周辺の線路を高架化する工事の起工式が2023年5月20日に電鉄富山駅ビルで行われました。起工式には新田知事や県関係国会議員など約60人が出席し、杭打ちが行われました。駅周辺の活性化や渋滞解消などが期待されるこの工事は2026年度末の工事完了を目指しています。しかしながら NHK の2023年6月30日の報道によると、完了時期は2年遅れて2028年度末に先延ばしになる見通しです。また事業費に関しても、当初124億円から81億円増加して205億円となる見通しが明らかになりました。これは資材価格の高騰に加えて、地中に大きな石が埋まっていることが分かり、特殊なクレーンで石を砕く工程が追加されたことなどがあるということです。1番ホームが延伸され、新設された3番ホームから岩倉寺行きの電車に乗車して工事区間を撮影します。富山地鉄ではワンマン運転が行われており、駅員のいる駅と駅員のいない駅で降車方法が異なります。有人駅では開くすべてのドアから下車できますが、無人駅で下車する場合は運転席近くの最前列のドアからになります。ワンマン運転の列車に初めて乗車するときはやはり戸惑います。
富山県都市計画課によると、今回の工事では線路やホームなど約700メートルの区間が高架化されます。また富山市の関連事業として、駅東側への道路新設や、現在はアンダーパスとなっている都市計画道路堀川線の拡幅平面化も行われる予定です。目の前には北陸新幹線の高架橋が見え、その奥には愛の風富山鉄道線の高架橋も見えます。この北陸新幹線の高架橋に並行して富山地鉄本線の高架橋が建設されます。このように富山地鉄本線の高架化は北陸新幹線に近接する場所での工事になります。そのため JR 西日本と協議を進めた結果、新幹線の安全運行を確保するため、工事は主に新幹線の営業が完了した夜間の施工となり、その結果作業効率の低下や人件費の増加が見込まれています。この辺りで愛の風富山鉄道線が地上に降りていますので、富山地鉄本線の高架橋もこの辺りまでと思われます。電車は稲荷湖線橋の下を通過して、間もなく最初の駅である稲荷町駅に着きます。稲荷町駅は富山市稲荷町4丁目にあり、富山地鉄本線と富士越上田木線が分岐する駅になります。富山地鉄本線は相対式2面2線のホームですが、富士越上田木線は単式1面1線のホームです。この稲荷町駅には駅員が終日配置されています。京阪初代3000系ダブルデッカーが富山地鉄で今も健在です。私は初めてこの電車に乗車して、電車にテレビがついていることに驚いたことを昨日のように記憶しています。この富士越上田木線の富士越はもともとこの地で創業した切削工具ベアリング、産業用ロボットの製造を中心とする株式会社富士越に由来します。富士越は創業者が発展より付けた社名で、この会社名から付近の地名が付けられ、また富山地鉄の富士越上田木線の名前が付けられました。電車は間もなく富山市大町にある南富山駅に着きます。南富山駅では富山軌道線路面電車に乗り換えできます。富山地方鉄道の電鉄富山駅周辺で行われている高架化事業の光景を撮影して、その情報を皆さんと共有しました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。またお会いしましょう。